どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。いや毎日暑いですよね。皆さんバテてないですか？今年の夏の暑さはねちょっと異常ですよね。でこんな暑い日は美味しいアイスコーヒーで喉を潤したいということで、今日は夏に飲みたいアレンジコーヒーを3つ紹介したいと思います。久しぶりのコーヒー動画ですね。よかったらぜひ試してみていただいて、実際作っていただいた方はね作ってみた感想なんかをコメントでいただけたら嬉しいです。では早速いってみましょう。はい、まず一つ目なんですけども、氷出しコーヒーを作っていきます。これはここ数年で SNS でもね話題になっていたので、ご存知の方もいるかもしれませんが、すっきりしているのにコーヒーの旨味がしっかり出る夏に飲みたいコーヒーです。こちらもね作っていきたいと思います。で、用意するのはこういったコーヒーサーバーとドリッパーです。で、コーヒーサーバーは持ってない方はね、コップに直接でもいいです。で、ドリッパーはこういったね、3、4杯のものがいいですね。1、2杯用だとやっぱちっちゃいので、氷がね、乗らないというかね、こぼれちゃうと思うので、こういった大きめなドリッパーを使いましょう。今回はこちらのクリスタルドリッパーというのを使います。はい、これをこういう感じで乗せまして、で、フィルターをここに乗せます。はい、こんな感じで。で、こちらにコーヒー豆引いて入れていくんですけども、今回使うコーヒー豆はこちら、コーヒーライツさんで購入しましたニカラグアマラカトゥーラのナチュラル浅入りです。で、浅入りでも深入りでもいいんですけども、まあ、浅入りの方がジュースっぽくなって新しいアイスコーヒーの世界に出会えると思いますので、浅入りがおすすめです。はい、でこちらをね引いていきます。コーヒー豆は 30g 使います。ニカラグアの豆は結構豆が一粒ずつ大きいですね。結構大きめ、大豆みたい。こちら 30g 使います。で、中粗挽きで挽きます。入れまして、で鳴らします。はい、今これ粉が平らになりました。で、やっぱりコーヒーは蒸らしも重要なので、お湯をね少しかけます。90度ぐらいのお湯で大丈夫です。僕はねこれ1度単位で温度調整できるので、88度で入れてますけど、まあ大体で大丈夫です。測らなきゃ。お湯の量は 30g、30g のお湯を回しかけます。はい、で回しかけたらこのまま蒸らしの時間30秒待ちます。これでコーヒー豆にねお湯をなじませます。はい、で30秒経ちましたので、ここからいよいよロックアイスをここの上に積み上げていきます。まあ、言ってしまうと本当それだけです。やることはここにロックアイスをどんどん積み上げていきます。ただ置いていくだけです。こぼれないように。はい、積み木感覚 でレシピはコーヒー豆 30g でお湯 30g で30秒蒸らして 300g の氷なのでね、333なので覚えやすいんじゃないかなと思います。これで半分ぐらいかな、この倍ぐらい積みます。結構だから氷山盛りになります。これぐらいになってくると割とバランスよく積まないと氷落ちたりします。気をつけてください。このね落ちないようにうまく積むっていうのがね、と積み木感覚で面白いんで、うまく攻略してください。 300g あと1個ぐらいですね。これ乗るかな、ちょっと怖いな。なんか、おー乗った。はい、これで 300g です。はい、どうにかね、積み上がりました。そしたら、このまま3、4時間放置します。置いときます。室温でいいんで、うち今25度ぐらいですけど、これぐらいの室温でいいんで、ゆっくり落ちるのを待ちましょう。こうするとね、ゆっくりコーヒーの旨味を抱えながらコーヒーが落ちていきますので、このまま待ちます。
はい、ではね、これは後ほどいただいてみたいと思います。その間に続いてのレシピいきます。はい、続いて作っていくのは小豆ラテです。優しい甘さでとても美味しい小豆ラテ、こちらを作っていきます。まずエスプレッソを抽出していきます。エスプレッソをお家で作れない方もいらっしゃるかなと思いますので、まあ、その場合は濃いめに入れたコーヒーでも大丈夫です。コーヒー豆 15g に対してお湯 100g とかでもねちょうどいいかなと思います。まあ、今回はエスプレッソで入れていきます。豆はこちらのコーヒーライツさんのブラジルのエスプレッソロースト、こちらを使います。これもね非常に甘みがあってフルーティーで美味しいですね。これもね好みのコーヒー豆を使っていただければ OK です。まあ、深入りの方がコクが出ますけども、浅入りでもねフルーティーな風味になって美味しいので、ここはお好みでいいと思います。で、今日はこちらの以前ね単体レビューもさせていただきましたデロンギさんのマグニフィカスタート、こちらで入れていきます。めちゃくちゃ簡単にエスプレッソ入れられるんでね、いいんですよね、使いやすい。はい、コーヒー豆を入れまして、蓋をして、でエスプレッソを抽出していきます。エスプレッソはシングルでもいいんですけど、やっぱり少しねエスプレッソの味多めに感じられた方がいいと思うので、まあ、2杯ダブルで入れた方がちょうどいいかなと思ってます。エスプレッソ入れていきます。はい、エスプレッソ入りました。でエスプレッソができたら次にミルクをグラスに注いでいきます。で今日使うミルクはこちら四つ葉牛乳、これもね美味しいんですよね。でここにグラスの半分ぐらいですかね牛乳注ぎます。こんな感じ でそうしたらここにですねこれを入れます。はい、日本のどのご家庭にも必ずある小豆バーですね。年間販売本数3億本らしいんで、きっと皆さんのお家にもね一つはあるはず。はい、そんな小豆バーを1本入れます。このねボックスタイプの小豆バーの方がサイズ的にもちょうどいいと思います。ちょっと小ぶりなんですよね。こちらをねグラスの中に入れていきます。このまま入れちゃいます。はい、でここに先ほどの熱々のエスプレッソ、これをねかけながら入れていきます。バッと入れちゃいます。はい、できました。これで完成です。小豆ラテですね。この小豆バーを溶かしながらいただきます。これ美味しいんですよ。まだ完全に溶けてないと思いますけど、まずこれでいただきます。美味しい。もうすでにねほんのり甘いね小豆の風味がねちょっと流れ落ちてきてますね。これ溶けてくるとねまたどんどん小豆の甘さがね回ってくのでより美味しくなります。このエスプレッソのほのかな苦味とミルクの甘みとアイスバーのまた和風な甘み、これがね相まってめちゃくちゃ美味しいんですね。こんな感じで作り方とてもね簡単なのでぜひ試してみてください。で小豆バーは溶けてくると下に小豆がもちろんね沈殿しますので、最後はねスプーンとかですくいながらほんとスイーツを食べるような感じでいただけます。小豆ラテほんと簡単に作れるんでぜひ試してみてください。続いてスパークリングエスプレッソロマーノというのを作っていきます。炭酸水とレモン果汁を割ったものにエスプレッソを注ぐ、まさに夏といった爽快なドリンクです。はい、こちらもねエスプレッソをまず抽出していきます。今回はシングルでいいかな。クレマも立っていい感じに入れられました。で続いてこちらのグラスに半分ぐらいロックアイスを入れます。最近のローソンのロックアイスなんか一つあたりがちっちゃい気がするんだよな。前もっと一つ一つゴロゴロしていたのにちょっと一つずつがちっちゃい気がするな。こんな感じかな。半分ぐらい氷入れます。
で、ここにレモン果汁注ぎます。今回使うのはこちらのオーガニックレモン果汁、こちらを注ぎます。僕はね、目分量でやっちゃいますけど、だいたい 50cc ぐらいですかね。こんなもんかなと思います。で、ここに炭酸水を勢いよく注ぎます。今回炭酸水今作ります。作りたての方が炭酸水強くなりそうなんで、 R 系のカーボネーター3で作ります。はい、もうこれで強い炭酸水できました。注ぎます。もうこの時点で夏ですね。で、ここに先ほどのエスプレッソを注ぎます。で、もうこれだけでも美味しいんですけども、ここで僕のとっておきのトッピングをかけます。はい、こちらを使います。凍らせたレモンですね。レモンを半分に切って種を取り除いて冷凍庫で1日凍らせたものです。で、これをこのおろし金、まあ、グレーターっていうかね、これを使ってこの上に直接おろしたものを振りかけていきます。皮ごとね、豪快にすりおろしてこの上に振りかけていきます。やってきます。この皮ごとがいいんですよね。冷た。はい、できました。レモンを皮ごとすりおろしてかけたスパークリングエスプレッソロマーノです。こちらいただきます。もうこれはね、ストローを使わずにこのままいただいた方が美味しいと思います。いただきます。あー、美味しい。もう夏。これね、ほんと皆さんぜひ一度試してみてほしいです。このレモン果汁の酸味とエスプレッソの香り、あとこの炭酸水の爽快感、そしてレモンの皮のほのかな苦味ですね。これが口に当たった時のひんやり感、もうね、夏です。これもね、作りやすいのでぜひね、皆さん試してみてほしいです。これね、美味しいんですよ。この皮の苦みがね、やっぱり入るのがいいですね。で、一応さっき炭酸水を勢いよく注いだんで、ちゃんと攪拌はされてるんですけど、もしもうちょっとなじませたかったら、ちゃんとこうね、スプーンとかナドラーとかでなじませていただくと、より味がまとまります。あー、美味しい。個人的にはね、夏家で作るドリンクの中でこれが一番好きです。めちゃくちゃ美味しいです。あー、うまい。はい、最初に仕込んでおいた氷出しコーヒーが出来上がりました。こんな感じで結構たっぷり抽出できました。こちらね、いただいていきたいと思います。この残った氷、ちょっと氷残ってますけど、まあ、これは十分抽出できたので溶けちゃいます。はい、こんな感じで、わー、綺麗ですね。いい感じに抽出できました。じゃあこちらをね、いただいていきましょう。氷入れてももちろんいいんですけど、ちょっと一旦このままいただいてみます。いただきます。うまっ。美味しいですね。このコーヒー豆が持つフレーバーがしっかり下に乗ってきます。ちょっとね、とろみが出るんですよね。うん、ジュースみたい。めちゃくちゃ美味しいです。これも普通の水出しコーヒーとかでは出せないような味わいがね、楽しめます。なのでね、ぜひ皆さんこちらのね、氷出しコーヒー、これもね、ちょっと時間かかりますけど、時間かかるだけあってね、他のやり方では味わえないような風味がね、楽しめますので、ぜひこの夏チャレンジしてみてください。こちらもおすすめです。はい、そういったわけで今日は夏に飲みたい美味しいアレンジコーヒーを3つ紹介しました。3つともそんな難しくないので、ぜひね、皆さんにも試してみていただきたいです。で、ぜひ皆さんもね、試してみたいという声とか、実際に試してみていただいた方はぜひ感想なんかをコメントでね、お寄せいただけたら嬉しいです。はい、そういったわけで今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方は、ぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。このチャンネルではコーヒーに関する動画もたまにね、こう出してますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
味しい。